し。選手に一人ずつ意気込みを聞いていきたいと思っております。それでは1回戦、滝沢大志対野村直哉より滝沢選手意気込みのコメントをよろしくお願いいたします。まずオールドトーナメント参加させていただき本当にありがとうございます。オールドトーナメント、このシリーズを通じて王道というものを肌で感じ取り、そして海援隊道場のプロレス、そして滝沢大志のプロレスを全日本プロレスのファンの皆様に知ってもらえたらと思います。一戦一戦全力で戦い抜いていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。続きまして野村直哉選手、意気込みのコメントをお願いいたします。僕はこの王道トーナメント、初出場なんですけど、1回戦の滝沢選手は海援隊道場所属ということで、対抗戦でもあるんで必ず勝って勢いつけて優勝を目指します。以上です。ありがとうございました。それでは続きまして1回戦、佐藤光対永井光也選手でございますけれども、永井光也選手よりコメントをいただいております。代読させていただきます。王道トーナメント、この永井光也が勝って勝って勝ちまくって優勝させてもらう永井光也ということでございます。それでは佐藤光選手、意気込みのコメントをよろしくお願いいたします。王道トーナメント、もう3回目の出場になるんですけど、まだ1勝もしてないので、頑張りたいと思います。
先日世界ジュニアを落としましたが、世界ジュニアとアジアタッグ、そして全日本プロレスに継続参戦しているということが、どれだけ自分の人生にとってプラスかっていうのを肌で感じています。ここに王道トーナメント優勝そして、昨年その前引き続き秋山純に勝って王道トーナメント優勝というのを一つの目標と、してさらに冠をたくさん増やして豊かな人生にしていきたいと思います。誰でも出せるコメントを出した永井光は絶対負けません。以上です。ありがとうございました。それでは続きまして1回戦、吉井豊対青木篤より、吉井豊選手意気込みのコメントをよろしくお願いいたします。吉井豊です。そうですね、もう一人の吉井豊が見に行ってます。そろそろ優勝をしてもいいんじゃないかと、優勝したい、優勝します。以上です。ありがとうございました。続きまして青木篤選手コメントをよろしくお願いします。はい、まあ王道トーナメント見て分かる通り、階級全く関係ありませんで、まあジュニアヘビーの人間が出てることは出てます。ここで優勝狙わなかったらおかしいですし、ジュニアの人間がここにいてヘビーとやるわけですから、優勝しなかったらおかしいし、優勝できなかったら出る意味はないと思ってます。なので僕は他の誰よりも優勝は意識してますし、強い気持ち持ってます。他のヘビー級がただ体が大きいから勝てると思ったら大間違いです。全力で本当に優勝だけを目指してやっていきます。それをできるのは、僕か佐藤さんかどっちかなと思ってますけども、多分できるのは僕だと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。続きまして1回戦、青柳優馬対剣道家臣より、剣道家臣選手よりコメントをいただいております。花なら咲けばいい、樹木はまっすぐ伸びればいい、人の心は優しさと小さな愛が一つあればいい、若者よ夢を見ろ、例えば貧しい暮らしでもどんな夢でも眠れば俺のもの、夢は明日を駆け巡る、俺たちはまだできる、勇気と情熱があればいい、どんな夢でも望めば俺のもの、命尽きるまで燃え上がれ剣道家臣ということでございます。それでは続きまして青柳優馬選手意気込みのコメントをよろしくお願いします。はい、このトーナメント、ヘビー級もジュニアヘビー級も関係ない無差別のトーナメント、自分も本当に実力不足は感じていますが、今ある全てを出し切って優勝を目指します。そして王道トーナメントだけでなく、これから先のことも考えてこのトーナメントを臨んでいきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。それでは続きまして1回戦、ジェイク・リー対サイ・リョウジより、サイ・リョウジ選手まずは意気込みのコメントをよろしくお願いします。ランゼンのサイ・リョウジです。全日本プロレスに参戦させてもらって、最高に熱いリングで戦えて幸せ感じてます。このトーナメント最高のメンバーが揃ったと思います。やりがいたっぷり、必ずその中で優勝してまた乱戦との再領事をその名前を刻みたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。それでは続きましてジェイク・リー選手コメントをお願いいたします。一言です。目指すは優勝です。まず目の前にある、サイさんとの、シングル、こっちは必ず決定します。それだけです。以上です。ありがとうございました。それでは続きまして1回戦、ゼウス対ボディガー選手でございます。ボディガー選手よりコメントをいただいておりますので代読させていただきます。今年の王道トーナメントの1回戦の相手はゼウス、長年タッグパートナーを組んできてお互いの手の内を知り尽くしているだけに駆け引きなしの真っ向勝負がしたいです。これぞヘビー級のプロレスという試合がしたい、まあそういうこっちゃボディガーということでございます。それではゼウス選手意気込みのコメントをお願いします。ここにいる、宮選手、そして秋山社長、西条寺選手、澤選手、この4人にはシングルで負けているので、このトーナメントを通じてこの借りを返させていただくチャンスだなと自分で思っております。
そのためにもね、明日はボディが見た目台に叩き伸ばして肩を持ってるんで、よろしくお願いします。ありがとうございました。それでは続きまして、1回戦、諏訪間対宮原健人、こちらで諏訪間選手、まず意気込みのコメントをよろしくお願いします。はい、今回の、王道トーナメントですね、7月に、ケアから復活してですね、2シーズン、こなしたんですけど、やっと最後の方ですね、この間のその辺で、自分のプロレス感が少しだけ、はい、ちょっと戻ってきたんじゃないかって、そのこう自信をですね、取り戻してきているという今状況ですね。でまた、今回のこの王道トーナメントでですね、初戦で、三冠チャンピオンとですね当たるわけですから、そこをですね、大暴れして自分のプロレスとして、勝つと、そしてその勢いで優勝して、完全復活したなという印象を皆さんに与えたいと、そう思って今回の、トーナメント戦っていきたいと思います。以上です。ありがとうございました。続きまして、宮原健人選手、コメントをお願いいたします。はい、今回2016年王道トーナメント、三冠チャンピオンとして優勝します。過去にそれを成し遂げた人間はいないので、ここで宮原健人という名前を歴史に残したいと思います。優勝を狙います。以上です。ありがとうございました。さあ、それでは最後に1回戦、秋山純対大森隆夫より、大森隆夫選手、意気込みのコメントをお願いします。大森隆夫です。早いもので王道トーナメントも、始まって今年で第4回を迎えます。王道トーナメントが新設されて早くも、4回目、あの激闘の渦中の中、始まった王道トーナメント一番始まり忘れられません。まだでも僕はこのタイトルを手にしていない。今年は、何があっても優勝を目指してまっすぐ突き進んで、この手にこのトロフィーを手に入れたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。さあ、それでは最後に、前年度優勝選手でございます、秋山純選手より意気込みのコメントをお願いします。はい、去年勝っているんで、今年は2連覇、それは必ずしたいと思います。この前、三冠挑戦して負けましたけども、自分の調子が落ちているとは全く思ってませんので、ここにいる もちろんチャンピオン含め負ける気、引く気もありませんので、優勝2連覇狙います。よろしくお願いします。ありがとうございました。さあ、それでは、質疑応答のコーナーに移らさせていただきます。質問ある方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。まず全選手にお聞きしたいんですけれども、1回戦の対戦相手の、印象だったり、思うところがあれば教えてください。まず、野村選手ですけれども、キャリアは短いですけれども、体型は自分とほぼ同じくらいだと思っているので、とりあえずキャリアにおごることなく全力で一戦一戦戦いに行きたいと思います。滝沢選手は、体が大きくて、打撃が、すごい強烈な印象を受けます。でも僕も打撃には自信あるので必ず勝って、優勝します。過去の人です。そうですね、いろいろ対応してくるんじゃないかと、一番注意しなきゃいけない選手だと思ってますので、その1回戦からまずその勢いで優勝いきたいと思います。以上です。吉井選手、見ての通りもう体格差が違うので、不利感は否めないです。で、チャンピオン会の時も確かやって、ちょっと対策は練っていたんですけども負けまして、でさらに今回は対策を練っていこうかなと思ってるんですけども、やはり、吉井選手もキャリアありますから、
僕の考えていることはお見通しかなと思ってます。なのでちょっといろいろまた考えて読んでいきたいと思います。ただ勝たないという意味がないので勝ちだけを狙ってやっていきたいと思ってます。正直健闘勝ち選手は本当わからない部分であったり癖者っていう印象を受けますが、わからないからといって引くつもりはありません。とにかく今は1回戦きっちり勝って勝ち進みたいと思っています。ジェイク選手、一番僕の中では、いつ負けてもおかしくないというポテンシャルを持った選手だと思っています。僕気持ちで1回戦彼にぶつかってきますので彼にも気持ちで返してほしいなっていう思いがあるんで、彼の気持ちをぜひ見たいですね。もうこれ以上蹴られてたまるかっていうそんな気持ちです。もうこっちは思いっきり蹴ったのかっていう、もうその気持ちに臨みます。まあボディが僕らの現象はものすごい力の強い48歳のおっちゃんっていうイメージですね。だからまあそういうおっちゃんには、まあ、今ね自分が一番脂乗ってる時期に負けるわけにはいかんので、まあ、そういう試合を持っていたと思っております。はい、相手はですね、若い世代の象徴的な、相手なんでね、まあ、その若さっていうものが、まあ、こっちに、とって、脅威になる恐れはあるんで、はい、その若さに合わせない戦いでいきたいなと思います。はい、対戦相手っていうよりは、このカードに多分お客さんは期待している部分は僕はひしひしと感じてるんで、それを上回る期待を上回ることをそこへの勝負だと思ってますんで、はい、チャンピオンとして勝負したいと思います。はい、まあ、プロレスをデビューしてから、秋山選手とは幾度となく戦って、星勘定も、何勝何敗だか、分かんなくなってしまうぐらい、たくさん試合をしてきました。でも、僕の方が圧倒的に過去の、星から言ったらフリーです。でも勝負は今だと思ってます。秋山選手も今最近、とてもコンディションが良さそうだし、僕も遠慮なくぶつかって今現在で勝負して勝って2回戦に、進みたいと思います。大森選手とトーナメントといえば、思い起こせば16年前その時生まれた子はもう高校生だったんですけど、7秒で負けたっていう苦い経験があります。まあ今回は 6秒で勝ちたいって言いたいところですけども、まあそれをね抜きにしてもしっかりね他の選手の戦いに負けないようにおっさんおっさんしてないような若々しい試合をして、そして僕が勝ちたいと思ってます。宮原選手にお聞きしたいんですけれども、まあ、その三冠チャンピオンとしての史上初の優勝っていうものがかかった中で、1回戦の相手がいきなり沢野選手っていう強敵で、過去は実際オールトーナメントでも2回ですかね負けてますし、過去シングルで勝ったことはないっていういきなりの関門にぶつかるっていうことについてはいかがでしょう。そうですね、僕がこの全日本プロレスに上がるきっかけがこの王道トーナメントで対戦相手も一緒ですから、まあ、でももう過去のことですからね、もうその時の自分と今の宮原健斗は同じものだと思ってないので、まあ、明日その答えが出ると思います。明日高尺には青木選手ベルトなしで佐藤選手は呼べるとは切っている、なんかそういうチャンピオンとしてのトーナメントに臨む気持ちの違いっていうのはお二人の中であるんでしょうか。青木さんに聞いてください。佐藤選手に聞いてくださいって僕も言おうと思ったんですけど、先に言われたんで、まあ、僕なりの考えですけども、これトーナメントですよね、シングルので、王道トーナメントって言ってこのトロフィー目指して優勝を目指すものだから、僕は別にチャンピオンだけどタッグのチャンピオンだし、別になんていうのかな、こうそのチャンピオンとして挑むっていうよりも一個人としてトーナメントに参加している気持ちなので、まあ、ただたまたまベルトは持っていかなかっただけで、
っていう感じです。いいです。宮原選手以外の選手にお伺いしますが、過去3大会優勝者が最後三冠挑戦というところに結びつけているんですが、今この三冠に対する思いっていうのは、こう出場選手たちいかがでしょうか。はい、自分はまず、全日本参戦させていただいて、まだ間もないので、三冠というのでピンときてないんですけれども、まずはとりあえず1回戦の野村選手、それを一戦一戦大事に戦って勝ちを目指したいという、それだけです。とりあえず三冠ベルトっていうのは、全日本プロレスの中で一番、大きなベルトだと、自分は思っているので、王道トーナメント優勝すれば、それに挑戦できるっていうことで、より僕が、優勝したい、そういう気持ちにさせていただきます。自分は先日 DDT の両国国技館大会で高尾相馬選手に世界ジュニアを取られて、るまでは世界ジュニア、アジアタッグ、そして東京インターコンチネンタルタッグの三冠王でしたので、もちろん宮原選手が今持っている三冠のベルトも欲しいなっていう気持ちはゼロじゃないんですけど、それよりももう一度世界ジュニアを挑戦するためにオールトーナメントを優勝して、そっちかよっていう負けた人々の目線の中、もう一度世界ジュニアに挑戦して3本のベルトを自分の手に収めて三冠王者になりたいと思います。以上です。そうですね、フリーとして出演状を全日本プロレスして、何年経つのか分かりませんが、そうですね、世界タイトルのベルトは、負けましたが、やっぱり三冠のベルトまだ一度挑戦したこともございませんので、またもちろん吉江隆がいてます。そろそろ言えよ吉江三冠。以上です。はい、自分もジュニアヘビー級なので、三冠に関してはそんなに意識してなかったんですけども、今まで、大体本当にさっき質問あった通り、優勝したら三冠にっていうのがなんか普通にあるんですけども、別に今僕この優勝しか狙ってないので、その優勝した後に考えます。結局優勝するにはいろんな選手勝っていかなきゃいけないし、組み合わせ見てると、三冠のチャンピオンと当たる可能性もあります。なのでその時によって、僕の発言も変わってくると思うので、まずは優勝して、で優勝した後に自分のその時に思った好きなことは言いたいと思います。三冠チャンピオンの三冠のベルトは全日本プロレスの象徴ですので、そうですね、このトーナメント優勝したら三冠戦できるっていうんだったら本当に優勝目指します。三冠のベルトを目指さないのなら、僕はこの団体に参戦する意味はないと思ってますし、宮原選手今持ってますけど、どこで見ても本当にあのベルトが羨ましく持ってます。やっぱりあのベルトが欲しいっていうのが僕の率直な意見です。同じユニットのケントさんが持ってるベルトだからこそ、僕は誰よりも挑戦したいという気持ちもあるし、そのケントさんと戦いたいという気持ちもあります。全日本プロレスに参戦して3年、参加に挑戦して3回、次や3回目に挑戦できることになったら4回目になるんですけれども、これは絶対にも死に物狂いの努力をして取りに行きたいと思ってるんで、はい、もうその準備は自分の中で始まってるんで、はい、よろしくお願いします。はい、やっぱり当然、三冠ベルトというものに対してですね、思い出もありますし、今回、ベルトも、変わって、そのベルトとの相性というのは嬉しい、どうなんだろうかという、そこの部分で、自分自身がもっと、ベルトと、向き合いで、いい付き合いをして、どんどん勝ち上げていきたいという思いが今も持ってます。なので、とりあえずそこはタイムが見てやりたいですが、まずその前に王道トーナメント優勝と、そこをまずしっかり狙いたいと思います。三冠、常に挑戦したいです。この間の、名古屋での、宮原選手と蔡選手の試合も、最初から最後まで見てましたけど、やっぱりああいう激しい試合を見てると、ますます、そういう気持ちが、高ぶってきますね。三冠挑戦したいです。
まあ、このチャンピオンも出場している王道トーナメントで、もしくは僕が優勝するということは、その時点で僕が一番強いということなんで、もちろんあの挑戦権は、優勝した人間にあると思うんで、三冠はもちろん狙っていくつもりです。で、まあ、あの両国もありますんで、いい形でそこにつなげるように、まあ7月挑戦して負けた時はもうちょっとあれかなと思ったんですけど、まだここにチャンスがあるということで、どんよりに狙っていきたいと思ってます。